ホンダブースです。注目はこちらシビックです。しばらく日本市場から遠ざかっていたシビックがこの夏、日本市場に帰ってくることが今日オートサロンの場で発表されました。日本で販売されるのは4ドアセダンと5ドアハッチバックとタイプ R の、3種類になります。セールスポイントはデザインと走りです。ご覧の通り非常にスタイリッシュです。そして走りの方も非常に楽しく仕上がっているといいます。エンジンは新開発の 1.5 リッターターボエンジンを搭載しています。走りの方も非常に期待できます。ホンダはこれまで累計販売台数1億台を超えてるんですけれど、そのうち4分の1、実に4分の1がこのシビックなんですね。でそんなシビックがなんと日本市場で長らく売られていなかったわけですけど、すでに導入されている北米でも北米カーオブザイヤーまで取ってしまうほど非常にですね高く評価されている車です。しばらく日本を離れている間にもうシビックはワールドクラスの車に成長しているんですね。そんな車がいよいよ日本で乗れる日が来ます。この夏を楽しみにして待ちたいと思います。